Hello everyone, Ken and Lowy here, back with more Sword Art Online Fatal Bullet, and this time we're going to view more Kirito mode cutscenes, starting with Argo. Yo, Kibo! Today is one of us? Yes, but what happened suddenly? Ah, sorry, sorry. I always bring a girl, so it's unusual, I just thought. Argo, don't say anything.別に俺は。まあまあ話を聞けって。実はキーボーに付き合ってほしいところがあるんだよ。付き合ってほしいところ？これから情報を買い取りに行くんだけどな、場所の指定が川向こうの廃墟なんだよ。情報の受け渡しなのに町じゃないのか。向こうが言うには情報の漏れを警戒してだとさ。でも怪しいだろう、これ。確かに、あえて外を指定してくるのは何かあるかもしれないな。そこで、キーボーには俺っちの護衛を頼みたいんだ。キーボーが一緒なら、万一敵に襲われても安心だからな。もちろん、護衛の報酬はちゃんと払うよ。よし、いいぜ。一人で行かせるのも心配だしな。ありがとな、キーボー。よう、待たせたな。いやいや、こっちも今来たところだ。ん？そっちの兄さんは誰だ？一人で来るんじゃなかったのか？ああ、俺っちのパートナーだよ。遠出するときはいつも一緒に行動してるのさ。それとも、二人で来たらまずいことでもあるのか？いや、別に構わないさ。それより、金の方はちゃんとあるんだろうな。もちろんだ。ほら。よし。それじゃ情報を渡すから、こっちに来てくれ。ついていこうか、アルコ。いや、大丈夫。そこで待っててくれ。わかった。大丈夫かな、あいつ。まあ、ああ見えてアルコも割と戦えるし、いきなりやられたりはしないと思うけど。銃声？やっぱり襲われたのか。アルゴ、大丈夫か。キーボー、やっぱり罠だ。待ち伏せされた。見ればわかる。逃げるぞ。おら、待てこら。どこにいたって見つけてやるぞ、こら。そっちの男も一緒に八の巣にしまえ。隠れても無駄だ、草が。敵は完全にチンピラだな。あの二人だけか。いや、もう5、6人はいたよ。あんなに多いとは思わなかった。さすがに正面からの打ち合いは厳しいな。どこかに身を隠すか。それも難しいな。相手はマップ全体をサーチできるスキャナーを持ってるんだ。なんだと？そんなアイテムが存在するのか？超レアアイテムだから、そのドロップ情報を買い取りに来たんだよ。そうだったのか。だとしたら、身を隠しても厳しいかな。キーボー、相手のターゲットは俺っちだ。キーボー一人ならきっと逃げ切れる。バカ言うな。俺はアルゴの護衛として雇われたんだ。雇い主を見捨てて逃げられるわけないだろ。キーボー、もうすぐ川だな。とりあえず向こう岸に渡って。キーボー、なんか思いついたのか。アルゴ、服を脱げ。キーボー、何を言ってる。わお。川の中だ。装備を外して川に潜ればスキャンされなくなるかもしれない。そういうことか。俺っちはてっきり。ほら、急ぐぞアルゴ。おう。周囲に人の気配はなし。どうやら無事に逃げ切れたようだな。そうだな。やっぱり川の中はスキャンの範囲外になるんだな。装備をかなり外さないと泳げないのが辛いところだが。どうしたアルゴ、いつまで水の中にいるつもりだ。今出るよ。ああ。でも少しは俺っちの格好に気を使ってくれてもいいだろ。そうだったな。すまない。俺っちだって
一応女の子なんだからな。もちろんそれは分かってる、ほら敵が来ないよ、ちゃんと周りを見張っててくれ。あ、分かった。もう着替え終わったか。ああもういいぞ。なんかそのごめんなアルゴ。Seeing Argo with an angry expression on her face was pretty funny. まあ、今回はキーボーの起点で助かったからな。そうだよな。よかった。ああ、結局情報はもらえなかったんだから、護衛寮の方もいいよ。いいのか？それは払うつもりだったんだけどな。いや、アルゴも騙されたんだから仕方ないよ。それじゃあ。お言葉に甘えるよ。でも俺っちのあられもない姿見たのはキーボーが初めてなんだよな。え、いやだからそれは敵から逃げるためで。Totally Kirito. Keep telling yourself that. そんな貴重な情報を見せたんだ。せめてこれくらいはもらわないと割が合わないな。なんだこの金額は、払えないってそんな額。いきなりは無理な金額か。だったらこれは貸しにしておくよ。貸し。これからじっくり払ってもらうから楽しみにしておいてくれよ。よりによってアルゴに借りを作ってしまった。何落ち込んでるんだよギーボー。ほら帰ろうぜ。よーキーボー、そりゃいいな。なあ、Has her intel been helping us? Some of it's been wrong recently. Yeah, but I wish it was a bit cheaper.Of course, I'm glad to have you. So, yes, this is the Argo sleepover scene. So, of course, like my other parts, if you want to skip it or skip to it, it's in the video description. Argo!よー、キーボー。お姉さんと一緒に寝たくなったのか？まったくお前にはあーちゃんという大事な人がいるってのに、相変わらず節操のないやつだな。いやいや、ここは俺の部屋だろ。お前が寝てるのは俺のベッド。なんだって？にふふ、そうだったかもしれないな。ま、細かいことを気にするなよ。相変わらずだな。今日はちょっとキーボーに相談があってきたんだ。この薬の効果を試してもらいたくてな。どこから突っ込んでいいのやら。まずはどんな薬か説明してくれ。紫色で泡立ってる液体、どこから見ても怪しいじゃないか。はあ、キーボーは SAO の頃から疑り深いな。俺っちとの仲だろ。俺っちがそんな変な薬をお前に試させるわけないじゃないか。そうなのか。まあ、ちなみにそいつは惚れ薬ってやつだ。またの名を再飲剤とも呼ぶぞ。おい、むちゃくちゃ怪しいじゃないか。そう、怒るな怒るな。さすがの VRMMO でもそんな際どい薬が出回るわけないだろう。名前のインパクトがでかいだけでちょっとテンションが上がる程度のものさ。ああきっとそうさ。微妙な含みを感じるぞ。まあ誰も試したことないからな。だからこそキーボーにお願いしているわけだ。おい、だから怒るなって。ま、そのうち気が向いたら試してくれよ。
気が向く時なんて来るわけないだろう。よう、キーボー。そりゃいいな。Don't push it, your safety comes first. キーボー、前の薬は試してくれたか？アルゴ、試すわけないだろう。なんだ、まだなのか。お姉さんはがっかりだぞ。惚れ薬なんて怪しい薬使えるわけないだろ。ははん、まさかキーボー、こんな寝室であの薬を飲んでお姉さんに欲情しちゃうんじゃないかと不安になってるんだろう。な、何？俺にはアスナという大事な人が。いやでも可愛いアルゴさんを目の前にして末善食わぬ男がいるだろうかってな。そんなわけあるか。だから怒るなよ。まったくキーボーはからかいがいのあるやつだな。はあ、でもキーボーが試してくれないとなるとどうすればいいんだろうな。俺っちが頼れる男といえばあとはクラインかエギルか。クラインにこんなものを処方したらお姉さんどんなひどい目に遭ってしまうことやら。エギルはリアルにいる愛する奥さんに顔向けできなくなっちまうかもな。ああ、新しい商品を試すのは仮想世界の発展のために必要なことなのに。お姉さん、泣く泣く一肌脱ぐしかないってことか。そう言われて俺が断れないことを分かって言ってるんだろう。なんだキーボー、ようやくやる気になってくれたのか。お姉さんはそう言ってくれると信じていたぞ。じゃあ飲んでみてくれ、ぐいっと一気にな。分かったよ。でも少しでも変な感じがしたらすぐに飲むのはやめるからな。了解了解、頼んだぞ。Well, it looks like Argo still enjoys trolling people. And I guess after viewing some more of these sleepover scenes, like some of them, it kind of does make sense that.Or at least for what they talk about, that Kirito is the one that has those scenes with him, but at the same time, I still would have enjoyed if it was for the main character instead. But what can you do, huh? Yo, Kibo! So, yeah, いいな! Is there anything I want to know? I want to know more about you, Argo. Do you know anything about Asuna? Nani? Yeah, I'm pretty sure that's what she wanted to hear on that. Ah, この前はびっくりしたぞ、キーボー。もちろん。今さら忘れたとは言わないよな。それってあの薬を飲んだ後のことか。キーボーがいきなり俺っちをこのベッドに押し倒してきてすごく驚いたぞ。ねまさか信じてたのにキーボー、薬の勢いに任せてあんなことをするなんて。お姉さんはもうお嫁に行けないぞ。うん。
ている。キーボー、なんだその目は。俺っちの言葉を全く信用してないな。キーボーはあの薬を飲んだ後のことを覚えてないって言ってただろ。そういうこともあったかもしれないだろ。一瞬自分を信じられなくなりかけたが、たとえ記憶を失ってもそんなことはしない。それだけは自信がある。うん、なんという言い草。俺っちもさすがにそれは傷つくぞ。お前な、なんか勘違いしてるだろう。俺が言ったのはアルゴは大事な仲間だからそんなことはしないって意味だぞ。ま、なるほどな。あ、さすがはキーボーダー。これはお姉さん一杯食わされたよ。お前ってやつは。まあどちらにしろあの薬は広めない方が良さそうだ。危険だしな。ちなみに飲んだ直後に俺が何をしたのか教えてくれないか。さっきまでカッコつけたこと言っておいて今になって不安になってきたのか。いや、そういうわけじゃないけど、念のためだよ。そいつは内緒だぞ。おい、教えてくれよ。Well, that seems to be the end of Argo's quests. Well, let's see what Philia has. Kirito, いる? Yo, Philia.俺も今来たところだ。本当?ちょうどよかった。弾丸の補充そろそろしたいんだ。一緒に買い物に行かない?そうだな。俺も少し見たいと思っていたところだ。やった、それじゃあ行こう。弾が欲しいとは言ったけど、ホルスターも新調したいな。フィリア、ずいぶんいろいろ見てるんだな。うん、全部買うわけじゃないんだけど、こういうところって見て回ると楽しくない？わかるよ。俺も武器屋とかついつい長居しちゃうんだよな。そうそう、掘り出し物はないかって探しちゃうよね。見つけたとしても大抵高くて買えないんだけど。フィリアはギャンブル系のゲームで一攫千金を狙ったりしないのか？うん、カジノのゲームはややこしいのが多いし、胴元が必ず勝つっていうのもあんまり好みじゃないかな。そうか、なら俺と気が合うな。本当？だったら嬉しいな。あ、でも射撃とか弾よけとかそういう自分のスキルが活かせるゲームは好きだよ。じゃあ少し見ていくか。商品が出るゲームもあるし。うん、行く。やっぱり人気はカジノ系だな。弾よけもあるけど、どれも武器とか防具とか豪華な商品が出るんだね。どうした、フィリア？あっちの隅っこにあるゲーム、他と違って誰も人が並んでないね。なんか大きい家が建ってるけど。そうだな、どんなゲームなんだ？要するにこの家の中に入った強盗を倒して人質を救い出すってことか。強盗は撃ってもいいけど、人質の家族を撃ったら減点なんだね。現実だったら減点じゃ済まないけどな。クリアの商品は秘密？何がもらえるのかわからないの？アイテムカテゴリーはその他か。お金でも武器でもアクセサリーでもないってことだな。ゲーム中に役に立つ商品ではなさそうだ。これは匂うよ。お宝の匂いがする。ねえキリト、このゲームやってみない？参加費は私が負担するから。いいよ、自分の分は自分で払うって。面白そうなゲームだし。よし、それじゃあ2人で行こう。絶対クリアしようね。どこから出てくるのかな。わからないけど物陰が多いな。人質を撃たないよう慎重に行こう。
ドアップ、ここで何をしてやがる。出たな強盗。のこのこと撃たれに来たか。こっちからも来たぞ。うわあ、助けてくれ。今度はそっちから。待てフィリア、彼は人質だ。撃たないでくれ。あ、そっか、危なかった。ありがとうキリト。礼なんて言ってる暇はないぞ。ほら、また来た。うん、ありがとう、あなたのおかげで助かったわ。強盗め、ざまみろ。これでゲームクリアかな。うん、出てきた強盗は全員倒したし、人質の誤射もなかったよね。よし、これでお宝ゲットだ。ゲームをクリアしたら部屋の外に出てください。ん、これはもう全員倒したんだし、クリアでいいよね。ああ、いいと思う。でもなんか不自然な気がするけど。ゲームを終了します。あなたたちのスコアは A ランク、おめでとうございます。あれ、これで終わり。そうみたいだな。商品はなしか。でもちゃんとクリアしたよねキリト。なんかミスしたっけ。いや、俺もわからない。ミスはなかったと思うけど。ねえキリト、もう一回、もう一回やっていい。そうだな、もう一回やって確認してみよう。ありがとう、あなたのおかげで助かったわ。強盗め、ざまみろ。ここまでは同じだよね。なあ、今回も打ち漏らしはないはずだ。ゲームをクリアしたら部屋の外に出てください。これでクリアなんだから外に出るでいいんだよね。最後の敵を倒してから軽く屋敷を回ってみたけど、特に敵はいなかったし。外に出るしかないよね。ゲームを終了します。あなたたちのスコアは A ランク、おめでとうございます。あー、また A ランクだ。商品は S ランクからなのかな。やっぱり部屋から出ちゃいけないんだ。一度外に出て考えてみよう。もしかしてクリアできないバグなのかな。いや、そう決めつけるのは早いだろうな。やっぱり鍵はあのメッセージだと思う。クリアしたら部屋を出ろだっけ。どこかおかしいかな。普通はクリアおめでとうとかそんな感じの表示が出ると思うんだ。でもこのゲームではわざわざクリアしたらという確認のメッセージが出てくる。じゃあやっぱりこれは引っ掛けで、実はまだクリアしていないってこと。そうだと思う。でも強盗は多分全部倒してるよね。隠れている敵もいなかったし。ああ、ということは人質だ。人質、あ、もしかしてあの部屋に人質が残ってるの。強盗が来たから急いでどこかに身を潜めるっていうのはいかにもありそうなシチュエーションだろ。うん、じゃあ次は全部倒した後に部屋の中を探索してみよう。よし、作戦は決まったな。もう一回チャレンジするぞフィリア。あ、ありがとう、あなたのおかげで助かったわ。強盗め、ざまみろ。ゲームをクリアしたら部屋の外に出てください。いよいよだねキリト。なあ、部屋の中を探してみよう。きっと誰か強盗から隠れているはずだ。うん、キリト、こっち、こっち来て。何かあったのかフィリア。ほら見て、ここ壁が少しずれて奥が空洞になってる。さすがフィリアだな。よし、慎重に開けてみよう。危ないからキリトは下がってて。助けに来てくれたの。そうだよ、こっちにおいでキリト。ああ、聞こえたよ。最後の人質救えたみたいだな。他のみんなは助かったの。うん、
な無事だよ。あなたを助けて全員なの。そっか、よかった。お姉さんありがとう。どういたしまして、怖かったでしょう。お礼にこれをあげるね。私の大切なものだけど、お姉さんにあげる。ありがとう。ゲームをクリアしました。おめでとうございます。あなた、やった、クリアだよキリト。商品も無事にもらえたようだな。何をもらったんだ。これは洋服？ワンピースかな。せっかくだから着てみたらどうだ。え？こんな女の子っぽいの私には似合わないよきっと。そんなことないって、俺見てみたいな。そこまで言うなら。なんか前にもこうやってドレスに着替えた気がする。 SAO だったよね。そんなこともあったな。そういえば着替えたけど。おお、どうかな、変じゃない？変じゃないわ。じゃあどう見える？もうキリトが見てみたいって言ったんだよ。似合ってる？ Yeah, I would say that dress really looks good on Philia. うん、かわいいわ。ありがとう。お疲れ様キリト、付き合ってくれてありがとう。いいって、面白かったし、フィリアの可愛い格好も見られたしな。もうあんなの見せるのキリトだけだからね。今日見たことは二人の秘密だよ。Well, that was Philia's scene with Kirito, and honestly, I kind of wishThat dress was an outfit to try on for different characters, because I liked the look of that. But, I'm sure it isn't. So, next time we'll see, more of the Kirito mode cutscenes. So until then, thank you very much for watching, and have a wonderful day. Just a brief pause here. After looking at my recordings, I have an 11-minute segment before I start DLC 2, Betrayal of Comrades, and so I decided to basically just combine it into with the previous 27 minutes to make one 40-minute part, just so that it doesn't get mixed up with the DLC 2 stuff after this. So...Even though it might sound weird, that's why I decided to put this last affinity cutscenes in this part, just to make it seem more fluid. And since I didn't know when I was going to do that, that's why it sounded like I was going to end the recording at those times. So with that...Continuing on with the part. Hello everyone, Canonlaw here, back with more Sword Online Fatal Bullet, with more Kirito mode affinity cutscenes. So we're going to start with Silica this time. で、どうするんだ？そんなに高いんですね。安くはないだろうなとは思っていたんですけど。まあもうしばらくは待っててくれるらしいから、よく考えてみなよ。はい、ありがとうございます、アルゴさん。何の相談だ、シリカにアルゴ。キリトさん、どうしてここに。どうしてって、総督府なんていつも来てるじゃないか。ずいぶん声を潜めていたけど、何か困りごとでもあるのか。よかったら力になるけど。困りごとね。ま、確かにシリカは困ってるよ。アルゴさん。なんだ、
あんまり知られたくないことなのか。だったら無理にとは言わないけど。すみません、恥ずかしくて。ちょっと恥ずかしい。キーボー、シリカの秘密、適正価格で売ってやってもいいよ。うわぁ、アルゴさん。俺っちは情報屋だからな。価値のある情報は叱るべき価格なら取引するんだよ。まあ気にならないと言えば嘘になるけど。言います。他の人にバラされるくらいなら自分の口で言いますから。 See, Argo just loves trolling people. あたし、アバターを探していたんです。こんなチンチクリンのアバターじゃなくて、もっと大人っぽいやつ。なんだ、そんなことで悩んでたのか。ああ、残念。先に言われちゃ商売にならないな。みんなには秘密にしたかったのに。でも、シリカはそのままで可愛いんじゃないか。似合ってると思うけど。そうでしょうか。キーボーは女心ってやつが分かってないんだよな。なんだよその言い方。シリカも大変だな。はい、でももう慣れました。なんか仲間外れにされてる感じが。アバターの件はもう少し待ってくれるって言ってるから、ゆっくり考えなよ。まアバターごと変えなくても、髪型やファッションを変えれば少しはイメージが変わるかもしれないしな。そういえばシリカってずっとその髪型だよな。 SAO でも ALO でも。髪型、そうですね。少しいじってみます。お、頑張れよシリカ。アルゴのセンスならきっと可愛く。キーボー。なんだよアルゴ、ちょっと怖いぞ。俺っち、この後別のお客んとこ行かないといけないから、キーボーがシリカについてってあげな。でも俺は女の子の髪型とか。いいから行ってこい。わかったよ。キリトさん、ありがとうございます。ここはどうだ、女性用の髪型とか洋服とか揃ってるみたいだけど。はい、大人っぽいアイテムが多いみたいですし、ここにします。シリカ、真剣だな。正直、どれもそんなに変わるようには。これにします。髪の色も落ち着いているし、形も大人っぽいです。お、ようやく決まったのか。はい。次はお洋服とアクセサリーを。え？時間かかりすぎですよね。いやそんなことないぞ。じっくり選んでくれシリカ。俺だって武器や防具を選ぶときはじっくり検討するもんな。シリカも自分の納得のいく装備を見定めてくれ。装備ではないんですけど。でも分かりました。ちゃんと自分に似合うファッションを選びます。決まりました。決まったか。どんなのにしたんだ。試着できるみたいなんですけど、キリトさん、見てもらってもいいですか。それは構わないけど、本当に俺でいいのか。なんだったら今からでもアスナかリズに。いいです、むしろキリトさんがいいんです。そこまで言うなら分かった。心して見させてもらうよ。確かにいつものシリカとは違うな。なんて言えばいいんだろう。Well, Silica with that different attire definitely does look older in this picture here. And
it also looks like Pina is actually in the game, because previously, outside of cutscenes, like, they never really show Pina at all. It's like Silka talks about her about it as if it's there, except you can't see it. And even in Hollow Realization, they actually put Pina in the game, even though that Pina doesn't actually do anything in that game, so I'm kind of surprised that they decided to do that. It would have made sense if they had Pina be with her, at least in town, like where she stands around. But I guess that this is the only time Pina shows up, is in cutscenes. So, you are a little so milky. And also, did Silk. It sounded like Silka didn't even change her avatar, so. Yeah, that's quite a change. Well, now that Silka looks more mature, she has to work on acting like it. If that's what she wants. ピナは前のシリカの方がいいって思ってるみたいだな。そうなんでしょうか。まあ、俺も前のシリカの方がやっぱりシリカっぽいとは思うよ。キリトさんもですか。ああ、もちろん今の格好もいいんだけどさ、やっぱり違和感というか、なんというか、ピナもそれで困ったんじゃないかな。髪型を急に変えたからシリカの頭に落ち着こうにもどうしたらいいかわからなくなったみたいな。そうですよね。私は私らしくした方がいいですよね。そうだよ、いつものシリカが結局一番可愛いんだから。可愛い？ほら、ピナもそう言ってるみたいだぞ。やめにします。すみません、キリトさんにはずっと付き合ってもらったのに。気にするなって、俺も結構楽しかったよ。それならいいんですけど、私ばっかりになっちゃって。それならせっかく買い物に来てるんだし、武器とかそっちの方も見ていこうか。いやあ、お二人さん、あれ、髪型も洋服も変わってないな。はい、いろいろ試してみたんですけど、結局ピナも戸惑っちゃったみたいで。ふーん。あ、もしかしてキーボーにいつものシリカがいいとか言われたんじゃないのか。え、アルゴさん、どこかで見てたんですか。それくらい見てなくたってわかるさ、キーボーのことだから。その通りなんですけど。なんだ、また二人でこそこそと。別に何でもないよ。キーボーはやっぱり女心が分かってないなって話さ。またそれかよ。あ、私は何も。それじゃ、あのアバターの件はなしってことでいいのかな。はい、すみません、アルゴさん。いいってことよ、これも仕事だからな。アルゴのやつ、言いたいことだけ言って行っちゃったよ。いいじゃないですか。さあキリトさん、お買い物続けましょう。あ、
それじゃシリカの銃を見に行こうか。So that was the first iteration of Silka's events. And I'm going to take a quick break.